あでは早速ではございますが、お一人ずつご挨拶をいただきたいと思います。台風の中ね、皆さん駆けつけてくださっております。まずは役柄ご紹介させていただきます。連続殺人事件の容疑者として追われる主人公、刀根康久を演じられました佐藤健さん、お願いいたします。はい、佐藤です、ありがとうございます。皆様ご無事でしょうか。本当にお足元の悪い中、お越しいただきありがとうございます。大丈夫ですか？寒くないですか？大丈夫じゃなさそうです。すいませんっていうのは、まあ、僕のせいではないので、自然なことなのでコントロールできなくて、ただこの皆様のこう初日に、こういった状況の中、ここに来て くださるそのお気持ちが何よりも嬉しいです。本当にたくさんの方の支えがあって、今日、本日初日を迎えることができました。本当に感謝しております。今日は短い間ですけどよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ続いて、刀根を追う宮城県警の刑事、戸間篠誠一郎を演じられました阿部寛さん、お願いいたします。皆様、今日はお足元の悪い中、お越しくださいましてありがとうございます。こういう時に、今日から緊急事態宣言が解除で、映画館もフルに来れるということで、本当にこういう時期に公開できて嬉しいと思います。この作品はキャスト全員、もちろんスタッフもそうですけども、全身全霊を打ち込んで挑んだ作品です。見てください。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続いて、福祉保健センターでケースワーカーとして働く丸山美希子を演じられました清原果耶さん、お願いいたします。皆さん初めまして、ありがとうございます。清原果耶です。本日はお仕事の悪い中お越しくださって本当にありがとうございます。映画を皆さんにお届けできるというのは本当に当たり前のことじゃないということを、この撮影期間中にも何度も何度も思いました。なので今日こうやって皆さんにこの作品をお届けできることが何よりも嬉しいです。今日は最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてゼゼ高久監督、お願いいたします。今日はどうもありがとうございます。思い返すと去年の4月の緊急事態宣言で一度この映画は撮影クランクインを延期しまして、宣言明けでやっとクランクインすることができました。そういう意味じゃ非常にどうなることかという中で撮影した、そして仕上げていった映画です。今日非常事態宣言明けのこの日に、公開を迎えられたことを非常に嬉しく思ってます。そうやって難産でできた子どもですけど、難産でできたほど強い子どもが生まれてきたと思ってますんで、皆さんぜひ可愛がってください。よろしくお願いします。根津監督、ありがとうございます。ではここからお話に進んでいきたいと思いますので、マスコミの皆様恐れ入ります。ここからのフラッシュ撮影は一旦お休みをお願いいたします。さあ今日から緊急事態宣言が明けましたけれども、撮影時緊急事態宣言により一旦撮影が延期になるなどございました。また今日はね、台風も来ておりますし、思い返すと佐藤さん、完成披露の時も雨が降ってましたよね。そうですか、そうでしたっけ。劇中も結構大事なシーンで降ってますよね。ああ、あれはいいシーン撮れましたよね、雨のおかげで。もともとはこうその雨 その予定じゃなかったんですけど、僕阿部さんに追われて走るところですね、雨で中止かなと思ったら、逆にそれが、ね、生かしていいシーンができてよかったなと思います。何ですか。いえ、何でもないです、はいはい。でもね、こうしてたくさんの方が期待されて集まってくださっているというこの状況、改めて佐藤さん、いかがですか。いや、大変嬉しく思います。やはり本当に最初は撮影ができないんじゃないかっていうことを本当に一時期覚悟するぐらいだったので、まあ、なんとか撮影することができて、まあ、無事に最後まで撮り終えることができて、そして本日皆様にやっとお届けすることができると非常に感慨深く思っております。はい、ありがとうございます。阿部さんも今まさにお客様を目の前にして、先ほどもちょっとお話しいただきましたけれども、
これはやっぱり映画というのは見ていただいてそこからこう歩き出すものだというのを実感されているかと思いますが、改めてお気持ちいかがですか。本当この今日を迎えられて本当に幸せに思いますね。あの本当に撮影も伸びましたし、まあ、宮城県で撮影したんですけど、あの当時は今よりも何ですかね、東京から行くってことは難しい時だったんですけど、皆さん本当に温かく協力してくださって、そしてまあいろんなことは大変だと思うんですけど、あの関係者の方がこれを乗り切って撮影まで行きつけて今日迎えられたことは非常に嬉しく思ってます。はい、ありがとうございます。清原さんもあの先ほどの舞台挨拶では上映後のお客様ということで映画をご覧いただいた皆さんの前にお立ちになりました。いろいろ反響も届いているかと思いますが、今ここに立たれて改めてどうでしょうか。そうですね、本当にもうでも感謝の言葉じゃ足りないくらい、本当になんか今日この場に私がこうやって立てていることもそうですし、皆さんがこの作品を選んで見に来てくださっていることの気持ちが本当に嬉しくって、なんかそのためにやっぱり次の作品も頑張ろうとか思えたりするので、なんだかすごくワクワクもしますし嬉しい気持ちでいっぱいです。見てくださる方がいて励みになりますよね。はい、ありがとうございます。瀬瀬監督、先ほどあの本作難産だったという話されています。監督の長いキャリアの中でやっぱり本作は生み出すことは大変でしたか、難産でしたか、そのあたりをちょっと詳しくお願いします。延期になりましたしね。そうですね、やっぱりこう初めてのことが多かったというか、コロナ今皆さんまああのこういうものだとお分かりな感じがするんですけど、当時はまだどういうものかもよく分からず、その対処法の撮影というのはどうしていいかって分からないような状況が始まってたので、まあ、そういう意味ではこう先が分からないような中に、まあ、どん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 突き進んでいくという、まあ、そういう意味ではこう撮影だけにこう集中してこう、まあ、売れようとかヒットしたりとかそういう気持ちを打ち捨てて、まあ、どっちかというと本当に作品にこうだけに向かっていったというか、それはキャストの方々もスタッフもみんなそうだと思うんですけど、そういう意思のもとで作られたっていうことにおいては、なんかこう純粋な映画ができたとは思ってます。まさにそういった時代に本当に届いてほしい骨太なエンターテインメント作品に仕上がっていると思うんですが、佐藤さん、阿部さん、今回あの共演が、まあ、11年ぶりだったということで、改めて今回お二人共演されてみていかがでしたか。佐藤さん、いや大変光栄ですね。まあ少しでも成長した姿をこう阿部さんにお見せしたいなという気持ちもあって気合入ってました。そうですか、はい、一方阿部さんはいかがでしたか。もう十分成長しててありがとうございます。あの現場入った時に本当にその役でずっといられるんですよね。そのなんか姿を見てすごくなんだろうな、僕も精神があの伸びる思いがしましたし、あの今回もねこういうふうにあの映画皆さんに見ていただくようにいろんなキャンペーンをやってる中でも本当に非常に立派に、変な言い方ですけど立派になられたなというか、あの非常になんかこの11年まあ、もっとその前からだったかもしれないけども、あの素晴らしい俳優さんになれたなって思ってます、はい、ありがとうございます。あの前回公開直前のイベントの際に佐藤さんと阿部さんで LINE の話ってされてましたよね。そうですね、はい、あの僕は阿部さんの連絡先を知らなくて、まさかの林健人君は阿部さんと LINE を交換してたっていう情報を後で知り衝撃を受けるということがありました。お二人は交換されなかったんですか、結局その後。その日にですね、無事に交換させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ここで拍手が起きるんですね。面白い。本当安倍さんがどういうねスタンプだとか絵文字とか使ってんのかなとかすごい興味深かったんですよ。そしたらあの僕はまあ、 あの佐藤です、よろしくお願いしますって初めて送った時にこうお願いしますっていう、あの本当そのシンプルな一言に最後 PN の顔がついてました。阿部さん PN 使われるんですね。なんだったらもっとたくさん。ありがとうございます。 PN 久々に見ました。そうですか、すごい、はい、でもやっと交換されたというのは、阿部さんこれはまた今後もね
やり取りが続くんでしょうね。打ち上げも本作できてないですもんね。そうですね、はい、打ち上げもできないし、一緒になんか、まあ、こういう中ですから食事もできなかったんで、今後また何か機会があったらね、ぜひとも佐藤さんと交流を深めていければと思ってます。ありがとうございます。なぜかほっとしております。ありがとうございます。さあ、そして今日から緊急事態宣言も解除になりまして、映画館通常ですと 100% の収容率ということになるんですけれども、まだまだ予断を許さない状況ではあるんですが、これちょっと作品と離れますけれども、皆さんそれぞれコロナが落ち着いたら何をしたいですか？佐藤さん、何がしたいですか？でも真面目に、例えば今やってる作品とかも、その共演者とご飯行ったりとかできないんですよ。それ結構やっぱしんどくて、やっぱその今回も宮城で地方で、ご飯行ったりとかできなかったんで、まあ、まずはこの守られなかったの皆さんと食事に行きたいっていうのが一番ですかね、はい、やっぱりそうですよね。阿部さんはいかがですか？コロナが落ち着いたらやりたいことというと、まあ、本当それが一番ですね。仙台で撮影してる時も、僕はテイクアウトで毎日立て続けに7回ぐらい焼き鳥を食べてたんですけど、佐藤さん何食べてんだろうなっていつも心配してました。食事の心配までされてたんですね。佐藤さんは実際何を食べてたんですか？僕も一緒です。もうウーバーイーツができるところはなんとか生き延びられるんですけど、できない時は結構もうひもじい思いをしてました。そうですか、はい、ね、どうしてもね、買えないですもんね。こうコンビニだったりそういうところになりますもんね。清原さんはコロナが落ち着いたらどんなことをされたいですか？私はもう映画館に入り浸りたいですね。結構コロナの前はいろんな映画館はしごしたりとか、1日に何本か続けてみたりとかしてたんですけど、最近はそういうことも控えているので、できるようになったらいいなと思います。そうですよね。解除になるとレイトショーもね、またスタートしますし ね、何本かはしごが可能になりますよね。したいですね、はい、ありがとうございます。瀬瀬監督はこの、まあ、パンデミックが本当に落ち着いたらどんなことをされたいですか？まあ、ドロドロになるまで外で酒が飲みたいです。同じ気持ちです。ありがとうございます。そうですね。さあ、そして本作のタイトル、守られなかった者たちへにかけまして、こちらも皆さん自身のお話になるんですけれども、次に挙げる中で一つだけ守りたいもの、守るとしたら何を守りたいですかという、ちょっと角度の違った質問なんですが、食事か睡眠か趣味の時間、これ3択から選んでいただいて、ぜひ理由も一緒にお聞かせいただきたいんですが、佐藤さん、この中だったら守りたいものはどれでしょう？睡眠かな。その3択だったら、はい、やっぱり寝ないで働くとか良くないよ。やっぱり人はこうたくさん寝て健康でねいることが一番大事だと思います。皆さん大丈夫ですか？働きすぎ良くないですよ。自分の体大切にしてくださいね。逆に皆さん佐藤さんの心配をされるんじゃないかなと、お忙しいんじゃないかなと思いますが、結構睡眠は確保できてますか？そうですね、僕のなんかこの仕事の場合、めちゃくちゃ忙しい時期と本当に暇な時とか結構激しくて、たまにだから作品入ってこの1週間は激務だったなみたいな日はありますけど、まあ、でもそこはこうアドレナリンが常に出てるので乗り越えられるんですよね。やっぱそういうのがずっと続くと良くないので。何時間ぐらい欲しいですかね、これ。睡眠時間？睡眠時間、いやいや、あればあるほどですよ。僕はずっと寝てられるタイプですか？ずっと寝てられます、本当は、はいですね、はい、ありがとうございます。阿部さんはいかがでしょうか？食事、睡眠、趣味の時間選ぶとしたら。僕ね、どれも守れないですね。食事も、そう、現場入ったりとかすると結構朝から入ると、ちょっと何ですかね、だし、あと睡眠も寝れるんだけど早く寝ればいいのに、なんか落ち着けなくて、夜ずっとなんかニュース見たりとかいろいろしてる間に、まあ1日 3,4 時間に必ずなっちゃうんですよ。あと趣味ってあんまり持ってないんだね。仕事、趣味、過去1回もないですか？趣味があった時みたいな。趣味ね、1回釣りをやりだしたんだけどやめた。船酔いして。なんでやめられたんですか？
やっぱ船酔いきついじゃないですか。船酔いか。あと風がきつかったんで、辛いなと思って。そうですね。趣味ありますか？たくさんあります。僕はあの結構そのボードゲームとか、はい、割と家で暗いんですよ。そうなんですよ。やってます。安倍さんは今なんか楽しいことってないんですか？お仕事以外の時間で。なんかすごい僕はなんか楽しいことがないみたいです。いやいや、趣味がないとおっしゃってたんで、何か何かにこう興奮することとか、あ、癒されるなってことあるんですか？まあ、あの本当にあの体鍛えるのがすごい好きなんですよ、相変わらず。それは、まあ、まあ趣味っていうか、まあ、仕事の一環ですけど、あとこうやってやっぱり現場で皆さんにお会いして、まあ、コロナの時期ですけども、まあ、こういうやっぱりお会いするとすごくそれが楽しかったり、いろんなものもらえますから、それはもっと生きがいですね。なるほど、はい、ありがとうございます。清原さんはどうでしょうか？食事、睡眠、趣味の時間だったらどれを守りたいですか？私はあの全部守りたい派で、まあ、美味しいご飯もいっぱい食べたいですし、ちゃんと睡眠も大事ですし、趣味私いくつかあるので、それをこう一日のスケジュールの中で完璧にはめたい。なんなんです、趣味は。そのなんだろう、最近はいくつかあるっておっしゃいました。ギター、ウクレレ、ギター、ウクレレ、油絵とか。油絵、観葉植物育てて。観葉植物すごい。なんかポツポツあるんで、本読んだりとかもそうですけど、そういうのを満喫できるだけしたい。結構それは守れてますか？あ、最近調子いいですね。はい、守れてます。はい、ありがとうございます。はい、守れない安倍さんと全部守りたいというね、清原さんと、はい、対局になりました。ありがとうございます。是々監督はどうですか？食事、睡眠、趣味の時間。まあ、僕の話聞いてもあまり面白くないと思うんですけど、まあ、あの最近年寄りなんで夜9時に寝て朝3時ぐらい起きるような生活なので、まあ睡眠だと思うんですけど、あの清原さんは今回あの撮影で初のてっぺん越えを体験したんですよね。そうなんです。この作品で初めて朝まで撮影して、睡眠って大事だなって思いました。てっぺん越えっていうのは、あの皆さん業界用語で、あの12時過ぎることですね。てっぺんって言うんですね、12時を。まあ、なぜなら今まで18歳だったからね。そうなんです、年齢。10時以降は撮影できなかった。はい、でもできるようになってしまいましたね。となるとね、やっぱり撮影スケジュールも変わってくるんですかね、今後。ああ、変わってきてます。でもやっぱり徐々に、もう1年経ったんですけど、解禁されてから。やっぱでも早く寝ないと、ね、スタッフさんも大変ですし、体、はい、健康第一ですね。あの佐藤さんと清原さんから皆さんに寝てくださいというのが推奨されましたけれども、ありがとうございます。さあ、そしてあのキャストの皆様に伺いたいんですが、皆さんあのそれぞれ共演の経験もある方もいらっしゃいますけれども、今後また共演されるとしたら、それぞれどういった役柄で共演したいか、こうこの人のこんな役が見てみたいなっていうお話ができたらと思うんですけれども、佐藤さんいかがでしょうか？いや、まあ何でもご一緒できたら嬉しいですけど、でもやっぱ安倍さんは僕その本当一ファンとしてコメディをやられてる安倍さんがすごい好きなので、そういったものでもしご一緒できたらすごい嬉しいですね。そうですね、はい、安倍さんいかがですか？コメディをやっている姿が好きという。いや、嬉しいですね。もう僕も今回佐藤さんの役と全く違う佐藤さんも見てみたいし、やりたいですね。その安倍さんはどうですか、この共演またするとしたら、他の方のこんな役が見てみたい、もしくは自分がこんな役を演じてみたい。そう、あの今回と全く逆の、僕が犯人でお二人になんか追及される役っていうのをちょっとやってみたいかなって今ふっと思いましたね。またあの追っかけられて走ってもいいですし、なんかちょっとここでやってみたいなってふっと思いました。追っかけられる方になるわけですよね、今度ね。あの佐藤君追っかけとかすごく楽しかったんですよ。なんだかあの なんだろう、なんかうまく表現できないんですけども、シンプルなんだけど、その中にいろんな感情がこういうものって湧いてくるんだなと思って、それはもう犯人の気持ちになったりとか、結局取り逃すんだけど、なんか不思議に逃げてくれてよかったとか思ったりとか、いろんな感情があったんで、今度逆側で逃げる方はどういう感情になるんだろうって。ですか。佐藤さん、あの安倍さんかなり走るの早いという話前回もされてました、ね、早いですし、体力がすごい あるんだなと思いましたね。本当に大変だったので、何回もやるんだよね撮影って。
安倍さんが一番元気でした、はい。まあ、次回共演があったら追いかけられたいとおっしゃってますけどどうですか。僕ね本当走る芝居嫌いなんですよ本当に本当にあれ使われてんの多分10秒とか分かんないですけどマジで何回もやるからねあれ大変なんですよ皆さんっていう目でちょっと、ね、あの今後は役者さんが走ってるのを見たらあ頑張ってるなと思ってあげてください、ね、あの上からの絵ですごいす、ね、迫力があるなと思ってもやっぱりそういう苦労があるわけですよね。そうあれの時 の、 そのもう一回が一番心にきますねあのもう一回本当辛いんですよね。監督がお隣で顔を、ね、下に向けてますけれども、はい、ありがとうございます。清原さんは、はい、こんな役見てみたいもしくはご自身が演じてみたいありますか。私は安倍さんと佐藤さんと家族の話をしてみたいです。もう本当事件なんてなくていいので穏やかな、 なんか家族の話とかしてみたいですね。僕はどんなお父さんがいいですか。あ、お父さん決定なんですか。コミカルなお父さんですか。それとも厳しいお父さん。あ、でもコミカルなお父さんがいいです。わかりましたやったとなると佐藤さんお兄さんということになりますか。そうなりますかね。そうなりますかね、うん、いいよね。こんな妹でもいたらどうなんでしょうね。彼氏とか連れてきたりして怒ったりするんですかね、この我々でおちょっと連れてこいとかなって二人でこうやってシーンね、ねやるねちねちねちですよね。やるんですかね。いいっすね。楽しそうです ね、 ですね。いろんな案が出ましたが穏やかなのも見てみたいですね、はい、ありがとうございます。ちょっとお時間の方がすいません迫っておりまして、上映この後控えております。皆さんに佐藤さんとゼゼ監督から最後にメッセージをいただければと思います。ゼゼ監督お願いいたします。そうですね、あのもうこれからご覧になる皆さんに、まあ、あまり言いませんがあの、本当にあのスタッフキャスト一丸となって渾身の思いで作った映画です。ぜひ、ご覧いただいて気に入っていただければあの何度でも映画館来てください。そして、広く皆さんに伝えていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは佐藤さんお願いします。本当に皆さん今日は、お越しいただきありがとうございます。日々辛いこと悲しいこと悔しいこと理不尽なことに対して怒りを覚えることあると思います。この作品には社会が世の中が、少しでもより良くなるようにという祈りが込められています。皆様の明日が今日よりも素晴らしいものであることを願っています。どうか帰り道気をつけてお帰りください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それではここからマスコミ向けのフォトセッションに移らせていただきます。準備をお願いします。